マンホールの蓋、マンホールの蓋、マンホールの蓋、A、マンホールカバーは、マンホールあるいは排水マスの最上段に再置け、緩護される蓋あるいは、蓋付き枠である。人や物が誤って、マンホールに落ちてしまうのを防ぐとともに、関係者以外の侵入を防ぐため、マンホールの開口部にはめられた、着脱可能な蓋を刺す。下水道のものが最も一般的だが、上水道、電信電話、 電力、都市ガス等、地下設備を有する各種事業体のものが存在する。マンホールの蓋は、車両をはじめとする交通機関が蓋の上を通過する。際、蓋に十分な重さがなければ、所定の位置から外れてしまう恐れがある。そのため、公共のマンホール外は強固かつ、重量のある中鉄製を採用している自治体が多い。その理由として、 中鉄ならば、鋳型さえ起こせば、比較的安価に大量生産できること、加工のしやすさが上げられる。かつては 80kg 以上もある中鉄街もあったが、現在は、性能が向上し、軽量化と強度の向上が図られたため、40kg 程度になっている。対応年数は、車の通行量が多い場所は摩耗するため15年ほど、それ以外では、 経年劣化のため30年が目安とされるが、例外的に100年以上使用されている蓋も存在する。蓋には通常、鍵型のバーアルキーと呼ばれるコールを挿入して引き開けるためのつまみ穴もしくは、不法解放防止を目的とした鍵が備えられている。専用のマンホールバーアルキーは特にこうした穴、鍵に引っ掛ける目的で製造されている。水害の際には、 マンホール内を通る水圧の影響によりマンホールの蓋が外れ、マンホール内に人が落ちてしまう二次災害が発生することがある。その対策として大量の雨水が管内に流れ込んできた時でも空気の逃げ場ができるようあらかじめガス抜き用の穴が開けられているほか、蓋の鍵によって水害で外れることを防ぐための浮上防止機能ある。国際会議や 各国の要人の来日に際しては、マンホールを利用したテロを防ぐ治安対策として、所管の警察によりマンホールの蓋に封印がされることがある。マンホールの蓋には、円形と角形がある。円形が多く採用される理由として、以下が指摘されている。など、様々なものがあるが、明確な理由はない。排水口を兼ねた蓋は、丸い形状のものもあるが、長方形。 四角形が一般的となっている。アメリカ合衆国ニューハンプシャー州の都市ナシュアには地下での流れの方向を指し示す三角形のマンホールの蓋がある。マンホールの蓋は自治体など事業主や設置年代によりデザインが多様であるため街を歩いて眺めたり実物を集めたりすることを趣味とする人もいる。日本ではマンホーラーと呼ばれることもある。 茨城県石岡市のように、ふるさと納税の返礼品として送る、実地帯もある。国土交通省や日本下水道協会は、各地でマンホールサミットを開いてり、マンホールカードなど、グッズも制作、配布している。設置者側も、より凝ったデザインにしたり、観光客誘致など、地域おこしの手段に活用したりするようになっている。愛知県は2017年、 下水道用マンホール街のデザインを工房で決定した。静岡県沼津市は2018年1月15日、同市が舞台のアニメ、ラブライブ、サンシャイン、登場キャラクターのイラストをあしらったマンホール街の設置費用をクラウドファンディングで募ったところ、翌日には目標金額を達成。今後は設置場所に拡張現実、AR でキャラクターを出現させるなど、 聖地巡りをするファンの呼び込みに役立てる考えである。撤去されたマンホール街を廃棄せずに活用する実地体もある。群馬県前橋市が2017年使わなくなった下水道用マンホールの蓋10枚を1枚3000円で購入者を募ったところ合計193件の申し込みがあり、最も人気が高い蓋の競争率は40倍を超えた。抽選の末に 転売しないとの制約書を提出してもらって、販売した。次回も実施を検討している。日本では、前述のように様々なマンホールを収集する愛好家が存在するほか、もっぱら明治時代の黎明期から第二次世界大戦前までの産業遺産的価値のある蓋の残存状況や、当時の蓋の一生の地域的分布傾向、さらには市町村合併により消滅した。 自治体の名称や紋章が入った蓋の残存状況等を産業考古学的検知から調査研究している研究者も少数ながらいる。日本国内に設置されているマンホール街は下水道用だけで約1500万個ある。トラックの大型化に伴い1995年、幹線道路では25トンの荷重、それ以前は20トン対応に耐えられるように、 安全元が変更された。この改正以前の設置分を含めて、車道で15年、歩道で30年程度とされる、対応年数を過ぎた蓋が、全国に約300万個あると、日本グラウンドマンホール工業会、東京は推計しており、更新が遅れると、スリップ事故などにつながる懸念がある。豪雨による、下水道内の水量増加に伴って、蓋が外れる、危険性がある。 そのため、2018年には、蓋が下方向から受ける圧力や水圧を逃す仕組みを持つ、圧力解放体やげ圧機能を持ったマンホールが、実格として定められる。本来、マンホール外表面の文様は、スリップ防止のために付けられているものだが、近年散見される、苦傷模様付けの蓋は、旧来の単純な幾何学模様の蓋に比べて、 平面の部分が増加したものも多く見られる。自治体によっては一時期、具象模様付けの蓋を採用したものの、後に、それを中止し、最新の細かい幾化学模様のマンホール外を採用している例もある。日本で最初の下水道は、1881年、明治14年の横浜居留地で、神奈川県御用がかり、義士の三田善太郎がこの下水道の設計を行い、 その時にマンホールを一行と翻訳したのではないかと言われている。この時設置された蓋は中鉄製格子状だったとも木製格子状だったとも言われており、詳細については不明である。間違いなく中鉄製の蓋が使用されたのは1885年、明治18年の神田下水、東京の中鉄製格子系が格子とされている。中鉄製系のものは 実際に2000年代まで、東京都千代田区寛大は元町残存していたのが、林常時、栗原だけにより確認されており、寸法や格子の穴の数まで、寛田下水当時の図面に描かれた蓋と同一であった。また、北海道函館市入船町には1897年、明治30年頃のものと推察される、中鉄製格子系の蓋が2018年時点で、 いくつか現存しており、国内現役最古のマンホール街の可能性がある。現在の蓋の原型は、明治から大正にかけて、東京帝国大学で教弁を取ると同時に、内務省の技士として、全国の上下水道を指導していた中島栄二が、1904年から1907年にかて、東京市の下水道を設計するときに、西欧のマンホールを参考に考案した。 この当時の文様が東京市型と呼ばれ、中島文化制が全国に散ると共に広まってゆき、その後、1958年、昭和33年にマンホール街の実企画、実へ5506が制定された際に、この文様が採用された。一方、名古屋市の創設下水道の専任技師だった、森ニ忠夫は、その後内務省土木局に入り、 全国の上下水道技術を指導した折に、名古屋市型を推し進めたため、名古屋市型文様も全国的に広まっていった。コンクリート製マンホール外は、1932年、昭和7年頃、東京の隅田川に架か,かるお台橋近くの工場で、森勝義が製造したのが講師とされ、ダイヤ型のがスヌキ穴が開いたものであった。森式、あるいは、 お台型と呼ばれ、特に金属が不足した品事変以降、戦時中にかけて多用されたと言われている。現在でも、このダイヤ穴のものは稀に見かける。他に、上水道、電話、電力、ガスといった事業体でもマンホール外は存在する。日本の多くの自治体ではその地域の名産や特色をモチーフにしているデザインマンホールが導入されている色付きのものは、 カラーマンホールとも呼ばれる。特に下水道関連のマンホールでは、多種多様なデザインが見受けられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。